宮城県田尻桜高等学校は、宮城県大崎市田尻にある、宮城県立の高等学校、単位制高校である。学校名の、桜は、旧田尻町の町花が桜で、地元の加護坊さんが桜の名所であることに由来する。校章も桜の花をモチーフにしている。校舎1階玄関前のホール、桜ギャラリーでは、月替わりで芸術作品等の展示会が開かれる。 著名人を招いた、田尻文化講演会も年数回開かれる。いずれも、一般市民が見学、聴講できる。2008年度募集停止となった田尻高校とは2009年度末まで、併存し、文化祭などの学校行事は合同開催した。部活動はないが、ソフトボールやバスケットボールなどの愛好会がある。田尻高校が併存した2年間は合同チーム、田尻、 タジリ・桜を組大会に出場する生徒もいたが、2010年度以降は、交代連、公野連、公文連いずれにも加盟せず、大会にも出場しない。二部は授業終了が遅いため、愛好会参加は認められていない。制服はなく、普段は、私服でも良い。ただし、式典等では、標準服着用が義務付けられている。効果は、 田尻高校と同じだが、田尻高校という歌詞のある3番は削除し、1から2番だけにした。定時制だが、3年間での卒業が基本。普通科の1部と2部があり、5から6工事は1部と2部が一緒に授業を受ける。学年はなく、1年児等と呼ぶ。ほとんどの授業は少人数制。選択科目は、茶道、ハングル、中国語、陶芸。 パジリの環境などユニークかつ多彩。必修科目を除き総合学科のように自由に時間割を組むことができる。全体的に大学のような雰囲気の学校であり、生徒会に該当する組織を自治会、始業式や修了式にあたる行事を開校式、閉校式と呼んでいる。2009年度から社会人聴講制度、通称桜チャレンジ講座ができ、 社会人が高校生と一緒に授業を受けられるようになった。解説科目数は宮城県内の高校で最多。校長が長講終了と認めた長講生には年度末に修了証書が授与される。ありがとうございます。